ドゥーマルさん、こんにちは。またロッ、なん普通に挨拶しようとしてんの？なんで、すいません、毎日投稿系 YouTuber とか名乗っておきながらもう2日も動画投稿してないの？おかしくない？舐めてるよね？舐めてるよね？すいません、そういうとこだよ。おっしゃる通り、本当にそういうところをみんな怒ってるんだよ。そういうところにみんなブチ切れてんだよと。わかんないなら帰れよ。わかんないなら早く帰れよ。わかんないなら。おかしいよね、普通に。わかんないなら帰れよ。だから。で、さっきから言ってんじゃん。でも、なんで、わかんないなら帰れよ。マジで。わかんないなら帰れよ。帰れよ。はい、というわけで皆さんも本当にね、先ほど視聴者 P さんがおっしゃった通りです。私ね、毎日投稿系 YouTuber と名乗っておきながらも、2日も休んでしまったと、もう非常に申し訳ないと思って、非常にすいませんでした、皆さん。本当に申し訳すいませんでした。で、これなんで休んでたかっていうと、もう簡単に言うと旅に出てました。まあ、Twitter でも報告したんですけど、こちら見てください。雲の上に行ってました。本当にでもね、これやっぱ自分の責任なのでね、しっかりと反省してね、これから毎日投稿系 YouTuber として生きていきたいと思うんで、皆さん、今後もよろしくお願いします。高評価からチャンネル登録もしててください。というわけで今日は罰としてなんとホラーゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームですね。Smiling Man, The Smiling Man。これはですね、笑ってる男と、いいな、早速やっていこう。笑おう、みんなで笑おう、みんなで笑おう、みんなで笑おう。おー。早速やっていきましょう。笑うな。Noxus Games Studio presents The Smiling Man, developed by Diego Victor, models made 3D models made by El Borgo Duro.Story told by Blue Tidal. Inspired by the short horror films by Michael Evans. AI made by Shwen. おい、なんだこいつ。なるほど、非常にわかりました。非常に今ので大体わかりましたね。相当怖いとこのゲーム。相当怖いことが予想されます。気をつけてよ。まだあんのかい？来ましたね、多分。え？待って、なんかいきなり長い文章なんだけど。Some years ago, I lived in the center of a large city in the USA. 何年か前に私はアメリカの巨大な都市の中心で住んでいたと。私は夜型の人間だったため、ルームメイトが夜寝た後、暇をしてたと。時間を潰すために長い距離を散歩して、いろいろ考え事をしてたと。なるへそね。夜型だぞ。私、また、ローと一緒で、私は4年間そのように過ごしていました。真夜中、まあ夜に一人で散歩してたと。でも一度たりとも怖いと思うようなことがなかった。ルームメイトはたまに冗談で薬物取引をしてる人たちでさえも、この街の人たちはみんな礼儀正しいと。ちょっと日本語になったけど、まあわかります。しかし、それらのことが一晩の数分間によって変わったと。一変したと。あら怖い。それは水曜日だった。午前1時か午前2時ぐらいの朝方。私は警察がパトロールしてる公園の近くを歩いていたと。とても静かな夜だったと。自動車も全然通ってなかったし、ほぼ誰もいなかった。おっと。ちょっとストーリーテリング上手すぎじゃないかと。来ましたね。シフト、ラン、走る。もう良くないね、これね。もう走るは良くないわ。ムーブ、そしてインター、オッケー。まあ、でもいけるでしょ、皆さんね。圧倒的なスピード、50メートル走、2秒で走るから男。水曜日午前2時。公園の、これ今公園で歩いてたって言ってたよね。走れんの、どんぐらい速いの？あれ？走れないぞ。良くないですよ、皆さん。出だしは不良校と。最後、レッドブル飲みすぎてゲップが出ると。いや、申し訳ない、皆さん。非常に申し訳ないと。ただし、今は多分散歩してるのただの芋が。芋じゃないよ、皆さん。普通の人ですよ。これは現実に基づいた話なのかもしれないと。いうことで、非常に心臓がドクンドクンしてまいりました。これ足音聞こえる？待って、暗い。長い時間歩いた後。
何？ Oh no. Oh no, 動いてない。俺動いてない。俺動かしてないよ、これ。It's been a long time. もう時間経ったと、疲れたと。そろそろ家に帰ろうと。そうだね。深夜俺歩くの嫌だけどね。自分の家の近くの自販行くのも怖いもん、深夜。俺はそれビビりなのかと。違いますよね。普通です、それが。うわ。あ、帰ってきてるってこと？今。え、どこ行くの？あ、ぶっ、もう違うよ。ビビるとこが違うじゃん、ちょっと。走れ、走れない、まだ走れない。お前なんかあれ人に見えたんだけど。よくないね、ああいうのよくないよね。ちょっと、鳥肌が、立ってきましたね。ちょっとだけね。お。私は、小さなアパートまで行く小さな道を歩いてたら、その時に気づいたと。道の最後に、踊ってる人のシルエットがあった。やる？どこ？踊ってる人いる？待って、怖いんだけど、踊ってる人いる？真夜中に。それは怖いわ。どこ？待ってる？こっちで。踊ってる人いなくね？どこ？ちょっと見えないんだけど、お前。踊ってる？見える？ちょっと暗いね。見える？お！ It was strange. とても変なダンスだったと。彼はダンスをするたびに一歩ずつ近づいてきた。彼は踊ってるよに言える。そして近づいてきたと、俺に。お前見てください。お前ちょっと上手くね？プロダンサー？何この歩き方。ミミズみたいやん。近づいてきたと。で、目くらい皆さん。He danced closer, so, I thought I could make out of it. 顔が見えるまで近づいてきたと。目がしっかり開いてて、頭が後ろに下がってて、ちょっと空を見てたと。口は、めちゃくちゃ笑ってたと。Oh, no, no. どうするこんな夜中にこんな人いたら、ミミズ歩きで近寄ってきて。てか、ハゲ取れないかいちょっとだけだけど。今気づいたわ。イライラしてきた。私は、彼から目を離したと。この道を渡るために。踊ってていいの？すいませんね。ちょっと、踊ってるのはもう。NO! T シャツ出して、踊るのやめたと。そして、片方なしで立って、パラレル？直立してたと、片方なしだけで。俺の方見てるけど、まだ空の方見てた。そして、めちゃくちゃ笑ってたと。いや、お前。何してんのあんた。もういいよ、走ろう。走ろう。こういう人いたら走った方がいいって。お前ずっといんだけど。何？お前行こう早く。ノー！ムー！振り返れ！来るよ！何？何やってんの俺。ちょ、怖いんだけど！ノー！ノー！あ、いた。彼は道を渡った。そして、クラウチングをしてた。ビビって、もう立ち止まったと俺は、彼を見ながら。なんだこいつ。アスリートか、おい。ダンサーなのかアスリートなのかどっちかわかんないけど。No. He took giant exaggerated steps. どんどん近寄ってきたと大きな。おめべ！カートゥーンキャラクターのように。しかし動くのはめっちゃ早かったと。お前、どうすんの俺動けないんだけど。え？何？ What the fuck do you want? お前何がしたいんだと。え？選択式なんだけど。What the fuck do you want? なんだと。なんだこいつ、なんだこいつ、何こいつ、どういうこと、よく言ってよ、
動けないです。うわびっくりした。お前お前お前俺どこ行くの。え選択肢、え待って他にも選べた。爪切って NO NO 難しい NO やだやだ。俺どこまで行けばいいのこれ。おいなんだお前、これ殴ってきてんだけど。なにこいつ殴ってきてんだけど。おい。撲殺？まさかの。まさかの撲殺？そんなことある？マジで。ちょっと。ちょっと。オッケー、ちょっと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 やり直ししよう。なんかね、あれなのかもしれない。選べたのかもしれない。この、ニヤニヤボーイ。ニヤニヤボーイがちょっと来るわけよ、ここでね。セッツしてると、セッツ。ちゃんと見たらハゲてないね。申し訳ないことしたね、今ね。ほら、見て、ここな、ほら。これ、え、どういうこと？これしか選べないじゃん。え、なにこれ、どうすんの？この点々点は何？これやっぱ走り抜くしかないのかもしれない。圧倒的な速度で。多分そうだ。もう選べない。選択肢がこれしかないから。What the fuck do you want？ 来んなと、お前。嫌なこと、お前。そうだ、そうだ、そうだと。ね、怪我する前に帰れと。妹と戦う前に帰れと。そうだ、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 戦い方が大事だ。はい、セットして、俺も準備してる。準備してる。ランニング体制入るよ。いくよ。ランニング体制入るよ。ゴーゴーいけます、皆さん。もう俺、後ろ振りまかない。それしかない。来るよ。おぉ、来たね、来たね、行こう、行く、行く、来たね、ゴー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 。オッケー、止まるな、皆さん、後ろ振り向かない。後ろ振り向かずに、ま、でもたまに振り向いていいかもしれないけど、一直線進んでいきます、皆さんね。もう、迷うことなく、こういう時は、走り抜けましょう。相手が諦めるか、自分がどっかに逃げ切るまで、こういう時は、走り抜けましょう、皆さん、夜道を。それしかないと思う、襲われた時には。誰も助けてくれない。自分自身で生きていくじゃないんですよ。この人が残酷。お、え、止まってる。私は、サイドロードを抜けるまで、逃げたと。後ろを振り向いたとき、彼はどこにもいなかった。家までの帰り道、ずっと注意してたと。彼のアホっぽい笑顔を見ないように。この夜から私は6ヶ月この街に住んでたんだけど、もう外には散歩に行かなかったと、夜に。彼のあの何とも言えない笑顔が俺を呪ったと。彼は酔ってるようにも、ハイになってるようにも見えなかったと。ただ単に狂ってるように見えたと。そしてそれはとてもとても怖いことだと。なるほどね、皆さんね。怖かったね。The Smiling Man。はい、というわけでね。皆さんも夜道で、笑ってる男に遭遇したらぜひ、ガンダで逃げましょう。